はい、おはようございます。どうも、コアです。台湾3日目の朝です。昨日はね、台中の方に行って、空にあげないランタンフェスティバルを見てきました。会場かなり広くて、見るのに、まあ、1時間半とか2時間ぐらい全部見るのにはね、ありました。本日はですね、3日目で台北に戻ってきているので、やりたいことが何個かあって、まず、牛肉麺をちょっと有名なところで食べてみようかなっていうのが一つ。で、もう一つは、パワースポット的なところに行ってみようかなっていうのがもう一つ。で、お土産を何個しか買って、で占い横丁みたいなとこ で占いをね行ってみようかなと思ってます。で夜はシーリンナイヨーチなんとかナイトマーケットって結構大きそうなねナイトマーケットが台北の近くにあるのでそこに行ってご飯を食べつつ楽しめればいいかなと思います。昨日もかなり動き回ったんですけど今日も動き回る予定なので行っていきたいと思います。はい、というわけで台湾3日目の行動をやっと開始です。なんか日本人も泊まってるみたいですね。多くまずは牛肉麺を食べたいと思います。まあ、とりあえず駅の方に向かいます。今日は雲あるけどあったかくて曇りでって感じぐらいですかね。あったかい曇りって感じです。よかったです。この既視感のある光景ゾンシャンステーションです。なんかなくなりそうなんでトップアップしておきます。平常有几餐或者2件しかない不再投入。加值中，加值成功，请取回票卡。石の門最上に着きました。ここから歩きで5分ぐらいです。一応言っときますけど、Google マップには今日そのお店牛肉麺のお店なんですけど、定休日って書いてありました。Google 先生がね、間違えることもあるんで一回確かめに行きたいっていう感じです。出ないですね。Google 先生は正しかった。で、しょうがないんで牛肉麺の別のお店を調べてあるのでそこに行きます。歩いて5分、6分ぐらいみたいです。いい運動ですよ。すごい地元感のある市場。ここを右に曲がると着くっぽいけどよくわかんないけどっぽいよね。本人が来るんだろうな。汚い気がするけど別にこういうの大丈夫なんで。とてつもない地元感。 Thank you。 おはよう。ビーフ Thank you。 ビーフヌードルと餃子を頼みました。ま餃子につけるその人は謎にニンニクがすごい、サクッと食べ終わってきました。早い、10分ぐらい食べちゃった。なんか向かいにも席はあるみたいなんで結構混んでても大丈夫そうでした。味も結構美味しかったです。餃子とうどんを食べましたが美味しかったです。本当ね、台湾はね美味しいものがいっぱいあるのにね一回に出てくる量が多いからそんなに食えないんですよ。台湾の悪いところで。こっからなんか通りすがりにソンシャン記念堂みたいな中山記念堂みたいなのがあったんでちょっと覗いてみようかなって思います。ランタンフェスみたいなのもやってる。こっちでもやってるんだ。ネズミばっかり。これ中山堂入れんのかな。マジで暑い。何があったとこなんだろう。よくわかんないけど昔の台湾を感じます。何があったのかわかんないんで一回調べます。平服の発表バラシです。中山堂でちょっと歴史を感じたのでもう一個歴史を感じにね台北のパワースポットお寺に行こうと思います。電車に乗ります。龍山寺ルンシャンテンプル駅に向かいます。ここからとね西門からはわずか5分ぐらいで着いちゃうみたいです。いやもうすぐ次ですね。ルンシャンテンプルに着きました。ここが結構パワースポットらしくていろいろお願いしていこうと思います。出口1番です。おっさんたちの寄り所みたいになってるけどすごい将棋とか打ってる人もいるしおっさんの心の寄り所の公園みたいになってますね。でこれが龍山寺有名なところみたいです。どっちから回るかな。これ入る。出
口から出てきました。神社の中って音が気持ちいいですよね。抜けしまいそうになるところでしたね。こっからですね、ちょっと買い物したいなって思ってて、前回も行ったんですけど、台湾の原宿とか渋谷って言われる場所に行きたいと思います。そこでまあお土産とかも買えれば買っちゃいたいと思います。というわけで、シェイメンに到着しました。久しぶりって感じですね。やっぱ印象として台中より台北の方が英語を喋れる感じがすごいですね。みんな喋れる気がします。まあね、特に何も買ってないんですけど、うろちょろしてきたので、今からですね占いの方に行きたいと思います。占いなんてされるの人生初めてなんで、なんかよくわかんないんですけど、台湾の占いって当たるっぽいよね。占い横丁みたいなところに行ってみたいと思います。しかビデオ撮ってない気がする。前回の一の県に行くときはこの駅で降りていたんですけど、ここから乗るのは初めてかもしれないです。はい、というわけで、シンジャンテンプルに着きました。ここからどう行くんだろうか。全然道がわからないけど、ここがどこかもわかりませんが、多分こっちっぽいんで歩いてます。ここちょっと横地が見えてきました。下に入ればいいのかな。すげえ怪しいんだけど、あれ一人いないし、本当にこの地下で合ってますって書いてあって、逆に怖い。ちょっとどこがいいのか調べます。今年運勢、ネズミとの相性抜群ですよ。細かいのことを確かに教えることできませんが、少なくとも今年のようね、今後についてこれから毎年に何か要注意や何か達成してほしいのこと、この一枚すごく参考になるんです。言葉からやっぱり説明するとね、まさかの人もまた来ます。はい、というわけで占いをしてもらいました。仕事辞めちゃダメだって言われたら、生年月日と名前とあと手相を見てもらって、それでね悩みを2つ選んで相談するっていうスタイルでした。料金2つで500元、1200円ぐらいか、じゃあ2000円か、まあその2000円弱ぐらいだったんですけど、かなり丁寧というか、バナナマンとかも占ってもらってる先生みたいで、おってなりました。でまあね、自分の相性が悪い人とか、この年は結婚しちゃダメだとか、なんかいろいろ恋愛運がどうだとか言ってくれたんで、それを信じて生きていこうかなと思います。この後はスーパーでお土産大会をしたいと思います。どこにあるかな。スーパーを探してんだけど全然ない。これかな、ピクスマートってのがいい。台湾のお土産はスーパーで買うといいと書いてあったんで、ついにスーパーに初めてですね。ほい、入ってみよう。あんまりでかくね、ちょっとでかいの想像してたんですけど、大きくないですね。ちょっと探します。とりあえずちょっと目当ての商品があったりなかったりだったので、大量にね、お菓子となんか調味料とか買ってみました。